はいどうも皆さんこんばんはこま団子です、えー、今日はですねちょっとコメント返信を、えー、動画でさせていただこうかなと思いますはいまああの主に最近の動画に、えー、つけていただいたコメントに対し、えー、僕が口頭で、えー、返信をさせていただくんですけども、えー、全部のコメントを読んでるとちょっとあのー、時間が結構長くなってしまいますのでえー、まあ今回は、えー、何個か 抜粋してええー、今日読まれなかったコメントもですね、えー、ちゃんと全部、えー、個人的に読ませていただいてますので、えー、本当にいつもコメントを書いていただきありがとうございますはいまあそれではですねえー、じゃあちょっとコメント返答の方を始めさせていただきたいと思いますな、はい、えー、さん もしくは七江さんからいただきましたコメントですね、えー、待ってました人の思いって強ければ強いほど亡くなった後も残り続けるものなんですかねうん。ホラーゲームの実況も楽しみにしてます、えー、私は主に RPG ばっかでテイルズシリーズにはまっていますゴマ団子さんはプレイされたことありますかっていうことなんですけども僕はですねテイルズシリーズは一つだけですねやったことあるの 何だっけな最初の DS で出た「テイルズ・オブ・なんとかっていうゲームがあるんですけどそれだけですかねうんあれはねあの正月にねあのゲームショップ行った時にあの500円で売られてたんですよ <laughs> でそれであのあ安いなと思ってでプレイしたんですけどもねうんまあ結局 そのソフトはですね最後までやらなくて途中であのー、やり始めてしまった「そのリズム天国ゴールド」っていうねゲームがあったんですけどそっちをねすごい中心にやってたらああののー、お話の内容忘れちゃっってて今もずっと放置してありますはい僕も結構 RPG 好きであのやるんですけども、まあ、まあドラクエかファイナルファンタジーが多いですかね。うん はいということで、えー、コメントいただきありがとうございましたはいじゃあ次のコメント返信いきたいと思います、えー、緑小沢さんから頂きましたコメントで「えー、ごまだんさんはとっても謙虚にお話しされますね <laughs>」ということで、えー「今日のお話も良かったですこれからも頑張ってください」っていうことで、えー、ありがとうございます、えー、この僕がねいつも あの謙虚な姿勢でいられるのはですねあのうちの母の影響が大きいのかなって思います、えーまあ、うちの母がですね、えー、僕が小さい時からね、えー、言っていた言葉がありましてまず偉そうになるなと、えー、どんなにね世紀の大発明を行ったとしても、えー、どんなにすごい一流企業の社長になったとしても偉そうになるなと。 偉そうになったら人は終わりだと、えー、言ってましたね、うん、小さい時からまあ今も言ってますけどもね母はで、えー、なんで偉そうにしちゃダメなのって聞いたらうちの母はね、えーまあ「あの方を見てみなさい」って言った方がいらっしゃいまして、まあ、その方は、えーまあ、親戚の方なんですけども、えー、その親戚の方はですね、えー、20代30代 えー、すごいね、えー、謙虚な姿勢で、えーまあ、働いてましてその姿勢のおかげもあってか人に好まれて、えー、どんどんね、えー、会社の中で地位を上げていきましたでその地位をねどんどん上げていくと同時にねその人ね偉そうになってきちゃったんですよね、まあ、そしたら何が起こったかっていうとその人は、えーまあ、自分が偉いものと勘違いして まあ実際に偉いのかもしれないんですけども、まあ、偉い俺は偉いんだって思っちゃって、えー、人の意見をね全く聞かなくなりましたで俺の意見が全部正しいんだとねいう性格になっていっちゃったわけなんですよ。まあそしたらね、まあ、僕もその親戚の方をね見てましたけどもどん,どん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 ねあのー、地位が下がっていって、えー、人からも信用されなくなってね結局まあ 今もまあ働いてますけどもなんかよくわかんないことをしながらまあ生活してるわけですよね。で、まあ、その方ね口には出さないんですけどもかなりね後悔してると思います。うん絶対に。で母は言います。ねえー、これがいい例だと。ね親戚のあの方にはね失礼だけどでも偉そうにするってことはそういうことなんだと。 だからどんなに自分が偉くなってもどんなに自分が年を取ってもね偉そうにしないのが一番なんだよってで人からの意見はいい意見も悪い意見も素直に受け止めることが大事だと、えー、まあそういうことを言われながらね僕は育ってきましたまあなので僕が今無理をせず自然にねあの、謙虚な姿勢でいられるっていうのはまあうちの母のおかげなのかなと思っていますねうーん。 えまあこうやって公約の場で朗読してますとまあ優しい意見もいただくこともあれば、えー、まあ厳しい意見をいただくこともありますけども本当にどれも大事な意見だなと思って、えー、素直に、えー、脳にインプットさせていただいております、えー、本当にいつもいろいろなコメントありがとうございますそしてご視聴ありがとうございますはいということで、えー、コメントありがとうございました。 <laughs> はいこれからも頑張らさせていただきますはいありがとうございますはい、えー、では次のコメントいきたいと思いますえー、ジュネックスさんから頂きましたコメントです「えー、最近登録しました、えー、僭越ながら作業 BGM として利用させてもらっていますかなりはかどります」ってことでああありがとうございます <laughs> まあ僕もですねいつも えー、他の方の朗読を聞く時って、えー、大体あの寝る時とか、えー、あとは何だろう作業する時とか、えー、あとはゲームする時とかにねあの聞かせていただいてるんですけどもかなりねはかどりますねうん <laughs> いやーいいですねやっぱ朗読っていうものはねなんかこう心が落ち着きますよね朗読って、まあ、僕の朗読が心落ち着くかどうかわからないんですけども ほ他の方の朗読を聞いてるとねもう本当にねあの心がスーッとなんかこうなんだろうなまっさらな気持ちになるっていうかねすごいあのー、本当に作業がはかどりますねうんなんか朗読には不思議な力があるのかもしれませんねうんはいということで、えー、コメントいただきありがとうございましたはいでは次のコメントいきます えー、サニーマンさんから頂きましたコメントで「えー、朗読お疲れ様ですいつも楽しく聞かせてもらってます」えー「雑談でゲーム実況のリクエストを募集していたので僕のおすすめはホラーならアウトラストかザ・ラスト・オブ・アス」他では「ウィッチャー3か」か、えー「地球防衛軍4.1」ですかねということで、えー、実況してる人多いですが気が,気が向いたら是非どうぞあと無理せず頑張ってくださいということで、えー、ありがとうございます。 最近ですね兄と一緒に遊ぶことが多かったんですけどもでその遊んでる時にですねなんか暇になってしまったともうやることがなくなってしまったでじゃあ次何しようかって言ってた時に「じゃあ PS4 のゲームやろうぜ」っつって言って、えー、言ったんですけど僕が持ってるゲームって基本ね一、えー、人プレイヤー用なんですよね <laughs>。 だから2人でやるゲームがなくてじゃあ買うかっつって言ってねこの前あの地球防衛軍4.1買いましたなんかね期間限定でね半額になってたんですよ3300円ぐらいで買えたのかなうんでやってみたんですけどねすんごい楽しかったですね <laughs> あのサニーマンさんのこのコメントの中にもですね、まあ、地球防衛軍4.1がおすすめって書いてあるんですけども えー、まああのー、今度ですねまたあのー、気が向いたら、あのー、地球防衛軍4.1のね、えー、ゲームプレイの実況もさせていただこうかなと思ってます、まあ、サブチャンネルではいえー、コメントいただきありがとうございましたはいえー、次のコメントですえー、11クロスオーバーさんから頂きましたコメントですね えー、子どもの頃近所のアパートに大きい犬の、えー、ぬいぐるみのカバー、えー、中の綿がない状態が干してありました、えー、マジでこれは犬の皮を剥いで干してあるのだと思っていました、えー、近所では猫の皮を剥いで三味線にしていたので、えー、きっとそれの類いだと思っていましたが、えー、ちょっとしたホラーっぽいですよね違うってことですけどもね <laughs>、えー、コメントありがとうございます 確かにそれホラーっぽいですよね <laughs> 僕それ子どもの頃にね見てたとしたらもうかなりトラウマになってますねそれ <laughs> あーあああそこに動物の皮が干してある」みたいなねうんねえ動物の皮でなんかおまじないでもしてんのかなって思いますよね <laughs> うんそれ確かにちょっと怖いかもしれませんね まあ,あんま関係ない話かもしんないんですけど僕の実家のクローゼットにですねあのー、大量にね昔買ったあのぬいぐるみがしまってありまして子どもの時に買ったやつですけどもあのぬいぐるみたちをね久々に出してね洗ってあげないとやっぱかわいそうですかねうんじゃあ洗ってあげようかな そんで洗ってベランダに干してたらねあの家気持ち悪いぞって言われるんですかね <laughs> どうなんでしょうか <laughs> ねちょっとやってみようかなと思います今度ねえー、コメントいただきありがとうございましたはいえー、次のコメントですえー、ビビキャット B さんからいただきましたえー、いつも思うけどお年寄りの声が特にうまいですねってことでありがとうございますまあ、確かに何でかわからないんですけども 一番僕の中で出しやすい声があのおじいさんの声なんですよね。えー、なんとかがかんとかじゃーみたいなね。あとは、えー、それを派生させて出すね、えー、古畑任三郎の声ですね。えー、この事件は謎が多すぎるみたいなね。今こうやって喋ってる声より、えー、その。 おじいさんの声と古畑忍三郎のね声の方が出しやすいっていう感じなんですけどもねなんか変ですよね <laughs> ね、なんかね一番負担なく出せる声がその2つの声なんですよね、うん、なんでですかねこれからも、えー、朗読させていただくお話の中におじいさんのセリフがあったらちょっと元気発熱でねよし来たぞと 私これが読みたかったんだっつっていう感じでちょっと読みたいと思いますはいえー、コメントいただきありがとうございましたはいえー、次のコメントです、えー、井上さんから頂きましたコメントで、えー「見守って守ってくれる存在があるのはありがたいことですね」「例にもかまってちゃんがいるのですかね」えー「ミスチルの歌聞いてみようと思います」ってことで、えー、ありがとうございます えー、このコメントをいただいた、えー、動画の雑談の中でですねミスターチルドレンの、えー「終わりなき旅」っていう歌がいいよっていうね、えーまあ、話をしたわけなんですけどもね、えー、あれはね本当にいいですよ。ねまあ本当にねいつも元気をくれる歌というかまあねもう10年以上前の曲だと思うんですけども やっぱりいい曲はですね全然色あせないんですよねねえもう本当にいつ聴いてもあ,あ名曲だわっつってね思うんですよね、えー、まだ一度も聴いたことがない方は是非聴、あのー、いてみてくださいはい、はい、ということで、えー、コメントいただきありがとうございましたはい、えー、次のコメントです、えー、茨城さんから頂い,いたコメントで、えー、最近就寝前によく聴いています えー、いい声で怖い話なのに落ち着いてる雰囲気なのがいいですねということでありがとうございます、えー、最後の雑談コーナーですがいくつかは知らないけど仲のいい兄弟だなと思いましたということで、えー、うちにも弟がいるけど自分も弟も仕事のシフトが不規則だから、えー、一緒に買い物行ったのはもう何年前か、えー、今度休みがあったら誘ってみようと思います、えー、次回の動画も楽しみにしていますということで、えー、コメント頂き,きありがとうございます 多分あれですかね、うちの兄があの朗読にいきなり参戦してきた回の、えー、雑談ですかね、えー。兄が雑談コーナーでね、いきなり、えー、森山直太朗さんの夏の終わりでしたっけあれを歌いながらね、えー、雑談に参加してくるっていうね、えー、なんとも奇妙な動画でしたけどもね。はい、うん、まあそうですね、うちのごま団子兄弟は仲がいいですね。うーん あのー、よく友達にね、あのー、話すんですけど「いやうちの兄がさ」みたいな感じで話すんですけどそしたら友達がしょっちゅう言うのが「お前本当に兄が好きなんだな」って言われて <laughs>「お前ねえすごいわえ俺そんなにうちの兄が」とか言ってるって言ったら「あ言ってるよ結構」っつって言って「マジか」っつって「全然意識なかったんだけど」っつって言ってたんですけども。 まあそうやって自然にねあの気づかずに友達に話してるぐらいなんでまあ結構仲いいんですかね <laughs> やっぱりねうちの兄とねまあなんだかんだ休みの日はね何だろうまあここ最近だったらえっと御殿場のアウトレットとかにも行ってきましたしあとはカラオケとかにも一緒に行ったりえまた買い物とかしたりしましたからねつい最近もね。 そう言われてみると結構ね <laughs> ああ仲いいんかもしれないですねうん、えー、またいつかですね兄が、えー、動画の中にいきなりパッと現れるかもしれませんが、えー、その時はぜひ温かい目で見ていただければなと、えー、思っております <laughs>、はいえー、コメントをくださりました、えー、茨城さんもぜひですね お、えー、弟様と一緒に、えー、出かけてください。はい、えー。コメントいただきありがとうございました。はい、えー、次のコメントです、えー。ソセゴンさんからいただけましたコメントで、えー、虫は苦手ですがヒグラシとかスズムシの声っていいですよねっていうことでいいですよね。空気、えー、を感じるというかということで。 花だと彼岸花とかキンモクセイとかも好きです。うん、えー、同じ場所にいても聞こえる人と聞こえない人がいる。えー、すごく長なきな虫の声があるんですが、ある知り合いによればミミズの声と呼ばれているそうです。えー、自分も聞こえるので気になりますってことで、えー、ミミズの声なんてあるんですか？なんだろう。パッと想像した声はね、なんかこんな感じです。ピ みたいなね、ミミズの声すごいですねちょ気になりますねうんで僕もねそうなんですよ虫自体はねあんまりまあ僕も好きじゃないんですけども、えー、その虫の声はねすごい好きなんですよねうんもうとてもねなんか癒し効果がありますよねねえもう日暮の鳴き声とかあとスズムシの声とかあとコオロギの声とか ねえもう僕一生聞いててもね絶対飽きないと思いますねあれはねうんえー、コメントいただきありがとうございましたはい、えー、では次のコメントですえー、坂田さんから頂きましたコメントです、えー、最近はごま団子さんの朗読を聞き始めて5分ほどで入眠して,し、えー、していますなので起きてる時間に聞き直しています えー、今回の話は念の強さが共通していて特に量は怖いいなと思いましたさておすすめのゲームですがスマ,ホゲームスマホゲームの「助けて」が奥深いです、えー、LINE のような作りの画面で「ほう友人知人」はもちろんのこと赤の他人まで助けを求めてきますちょっと面白そうですね、えー、心霊系の相談から犯罪系までいろいろこれがなかなか助けられなくて難しいです 助けられなかった時の絶望感と恐怖感も、えー、ゲ,ームの作りのゲームの作りからは想像できないほど大きいですということで、えー、コメントいただきありがとうございますちょっと面白そうですね LINE のような画面で、えー、物語が進行してくってことですかね,ねえどうなんですかちょっとあのー、この録音した後に、えー、調べさせていただきたいと思いますはい で、あと、えー「朗読を聞き始めて5分ほどで入眠しています」ってことですけども <laughs> はいもういつも聞いていただきありがとうございます本当に、えー、しかも起きてる時間に聞き直していただいているということでいやーありがとうございます、まあ、先ほども話しましたけども朗読っていうのは本当に作業がはかどるしあとね睡眠作用もねあるんですよね <laughs> ね本当に僕が他の方のね朗読聞いてるとね本当にその2つの作用によっていつもね、えー、助けられる場面もあるんですけどもなので本当に僕の朗読聞いててもですねもう本当に眠くなっちゃったらもうすぐにあの寝ていただいてもう閉じていただいてもうぐっすりあの眠っていただいて構いませんのでもう本当に、えー、これからもよろしければ聞いていただければ幸いです。はい はい、そんなわけで、えー、コメントいただきありがとうございましたはいでは、えー、次のコメントで最後にしたいと思いますえー、小よりさんから頂きましたコメントですえただ睡眠導入として聞くことが多く何かの拍子に暗いベッドの上で、えー、サムネが目に入った時めっちゃ怖い <laughs> めっちゃ怖いですってことですけどもえー、ありがとうございます そう最近あのー、サムネに力入れるようになりまして、えーまあ、一昔前まあ1年ぐらい前かな1年前ぐらいだったらちょっとねあのー、まあ単純なサムネイルの画像だったんですけども、まあ、最近はちょっと力を入れて <laughs> うーんちょっと怖い画像に加工したりしてサムネ作ってますのでまあちょっと時には驚かせてしまうこともあるかもしんないですね <laughs>。そこはほんと申し訳ございません。はい 今後とも、まあ、朗読の質を上げるっていうのもまあ,あの基本中の基本なんですけども、まあ、こういったサムネイルの画像の編集能力とか、えーまあ、一つの動画に対してあらゆる部分を、えー、どんどん、えー、向上させていければなと思っております。はいはい、ということで、えー、コメントいただきありがとうございました。 はいということで、えー、ありがとうございました、えー、コメント返信は以上となります、えー、コメント返信の動画は、えー、これで2つ目になるんですけども、えー、前回読ませていただきましたあのー、方々のコメントは今回はちょっと、えー、と外させていただきまして、えー、今回はまたあのー、新しく書いていただいた方々のコメントを中心に、えー、抜粋させていただきまして、えー、読ませていただきました えー、もちろん今回読ませていただいたコメント以外もちゃんと個人的にですね、えー、ちゃんと一つ一つ読ませていただいております、えー、本当にいつもありがとうございますというわけで、えー、はい今回もご視聴いただきましてありがとうございました、えー、次回のコメント返信動画3はですね、えーまあ、またいつかやりたいと思います、はい いやもうあれですねもうなんかこれねあのー、何回も撮り直しててこの動画実は <laughs> もう4時間ぐらい喋ってます実はね今ね <laughs> 4時間は言い過ぎかな3時間か3時間ぐらい喋ってます連続でうんいろいろ言いたいこととかはい,ろいっぱいあってでそれを結構まとめるのがね難しいですよね、まあ、自分の能力が。 乏ししいいだけけななのかもしれないですけども、ね、まあそんなわけで、まあ、長時間連続で喋ってるんでもう喉がねもう「喉がカラカラ」ですよもうスポンジボブくんがね言ってるセリフ「喉がカラカラ」っていうね、えー、はい、まあ、そんなわけで、えー、ちょっとね、えーまあ、飲み物飲んで、えー、ゆっくり今日は寝たいと思います。 また明日朗読させていただくと思いますのでよければそちらもお聴きいただければなと思っておりますはいじゃあ本当にいつもいろんなコメントメールメッセージそしてご視聴ありがとうございますこれからも更新頑張っていきますので朗読頑張っていきますのでよろしければ聞いてください お願いしますよろしければ聴いてください。はいありがとうございました。じゃあまた次の動画、えー、もしくは、えー、生配信でお会いいたしましょう。ごま団子でした。おやすみなさい。